語る女装家です。今回のニュースはこちら。ナイツ、一番衝撃を受けた二世タレントを実名告白。芸能界でも異例、息子がこんな風に出てくるなんて。スポニチャネックスより、お笑いコンビナイツの花輪信之と土屋信之が20日放送の日本放送ナイツ・ザ・ラジオショーに出演。これまで出会った中で一番衝撃を受けた二世タレントについて語る場面があった。ということで、ここでその実名告白したのが、桑田真澄さんの息子さんのマットさんと。まあ実際全然違いますもんね。それこそ二世タレントで言ったら石原良純さんとか長嶋一茂さんとかいますけど、まあその二人はいかにもボンボンって感じですし、父親の様子いや要素を受け継いでる感じがありますね。マットさんはそういう感じではないですからね。ちなみにすごい、まあ、厚化粧というかそういう感じのいでたちなわけですけど、まあ私自身化粧とか女装をするので、まあいいんじゃないかなと、もっとやれくらいな感じで思っております。それに対して変とか気持ち悪いとか、まあ思うのもまた自由だと思うんですけど、そういう感覚っていうのは環境とか教育で変わっていくと思うんで、 LGBTQ 問題とかもそうですけど、変とか気持ち悪いとか思わないような社会に早くなるといいなと心から思います。ということで、これを見てる方はどう思いましたか？チャンネル登録通知設定お願いします。また次の動画で会いましょう。